んにちは。今日はですね、最近ちょっと秋物をね買おうと思ったんで、新宿でお買い物 Vlog を撮っていきたいと思います。それではおーチェケラ。ママちゃん、ママちゃん、なんでいるんですか？こんにちは。すいません、パラスティカの豆田と澤出です。タマスティカの玉田です。玉田さん、玉ちゃん、すごい偶然。何してるんですか？我々ですね、あの以前動画でもご紹介させていただいた、はい、あの脱毛サロンササラさんね。そう、すぐここ近くなんです。そうなんだ。2人で今通ってるんで、はい、今から行くんですか？そうです。この辺に動画貼っておくんで、ぜひ見てください。あのそこの脱毛サロンササラさん、イメージモデルギンキングさんがやってるの。へえ、そうやーよ、出ました、豆キングさん。豆キング出ました。玉田です。うちら行くからタマちゃん連れて行っちゃう。うん、え、そんなことできるんですか？大丈夫大丈夫、いい、細かいことはいいから連れて行っちゃいましょう。待って、行きましょう行きましょう、タマちゃん行きましょう。はい、行きますよ。え、開け物大丈夫、脱毛パラスティカの2人に連れられて、なんとこちら、じゃじゃーん、ササラ新宿本店にやってきました。イエーイ。駅の近くでびっくりしました。そこが通いやすさのポイントでもありますから。そうなんですよ。あね、たまちゃん来てくれて、はい、ありがとうございます。はい、店員さんですか？はい、そうです違いますよ。はい、いらっしゃいませ、お待ちしておりました。こんにちは。お名前お伺いしてもよろしいですか？いつもの豆だと。あ、澤出です。ありがとうございます、お待ちしておりました。下であの友達と偶然会ったんですけど、はい、体験とかって一緒にできたりしないですか？あ、もちろん大丈夫です。やったー、よかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。担当させていただく小林と申します。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。すいません、ちょっと私たち見守らせていただきますので。はい、大丈夫だから、大丈夫だから。ありがとうございます。今まで何度か脱毛されたことがあるというふうに伺ってるんですけども、はい、なんか脱毛サロンに対するイメージとかってありますか？予約は結構取りづらいイメージはあるんですけど、うん、いい質問よ、ちゃん。それよね、わかる。ありがとうございます。じゃあこちらのササラに関しましてが、今年の5月の24日に新しくオープンさせていただいた店舗になっていて、施術時間も約1時間で顔から部屋まで含めて終わります。なのであのお客様の回転が早いっていうのと、あとはあの各店舗の施術ルームが他の、はい、あのブランド様よりも多く設定してありますので、予約自体はかなり取りやすい設定にはなっております。遊ぶ合間とかにも、はい、そうですね、来ていただくことが可能になっております。当日もあの施術の予約取れるように、空きができてたら全然予約もできます。あ、すごい、ありがとうございます。他に何かありますか？ちょっと痛いっていうイメージがあるんですけど。はい、もういい質問ですね。そうなのよ、それね、気になるよね。ありがとうございます。一応痛みに関しましては実際に体験していただいて、あの実感していただくっていうのが一番早いと思いまして。体験してやった方がいい。やった方がいい。わかりました、やってみます。ありがとうございます。じゃあこちらのササラが入れている脱毛の方法が、脱毛機器のメーカー様と共同で開発した脱毛の方法になっていて、はい、IPL 脱毛っていう太い毛にアプローチをするものと、はい、SHR 脱毛っていう細い毛にアプローチする脱毛の2つを組み合わせております。はい、で2つを組み合わせることで最短で1ヶ月に1回通っていただいて、半年で脱毛が完了するようになっております。半年で終わるんですか？はい、もちろん個人差はありますが。すごい、9月に脱毛を始めて、はい、次の夏にはもうツルツルデビューってことですよね？そうですね、もちろん個人差はあるんですけども、今から始めてもらえれば、来年の夏にはかなりあの毛が少なくなってる状態ですし。すごい、はい、ツルツルデビューよ。ツルツルデビューよ、ナノちゃん。こちらの、ササラが今新宿本店なんですけども、3ヶ月間で渋谷と銀座もオープンしまして、3店舗どこでもあの行き来は可能になっておりますので、お出かけ先で近いところで施術も受けていただけるようになっております。ありがとうございます。そうしましたら実際に体験していただいて味わっていただきたいんですけども、はい、体験されますか？ぜひお願いします。かしこまりました。そうしましたらご案内いたします。はい、お、すごい、タマちゃん、ここすごいでしょ。ドライヤーもアイロンもあるし。そうなの、ここパウダールームになってて、いろんなもの揃ってるから、私はもう来た時もここ
ここ座って左なんですね。そう、あのこれ巻いてこれやってやって、もうここで全部支度して出んのよ。頭ぐしゃぐしゃになっちゃうから、ね、そう便利よ。嬉しいな。そしてこちら、これ何ですか。こちらセルフホワイトニングができちゃうんです。で、歯のですか。そうです、うん、ちょうどやりたいと思ってました。おお、見せてやんなさいよ。わかりました。いつもじゃあこちらにまずおかけいただいてですね、かっこいいサングラスあげます。あー、はい、なるほど。こちらのボタンピッて押すと、はい、すぐホワイトニングができるんです。へえ、かっけえな。なんかかっこいいでしょ。かっけえな。こちらもですね、お得に利用できますので、ぜひともおすすめしたい、そうな部分であります。部屋めっちゃ多いですね。ありがとうございます。こちらが実際に、すごい。マシーンがあるし、広い。そうなんです。そう。すごいでしょ。まあ、行き先があると反応してしまいますので、座らせていただきます。見る？やってもらう。見えない。そうしましたら、こちらが専用のジルになっております。はい、アロエベラやローズマリーなどと水だけで作ったオリジナルのジルになっているので、はい、肌をきれいにしながら脱毛していきます。すごい嬉しい。ありがとうございます。ちなみにこちらの機械もイオン導入の効果がありますので、体験終わった後にご実感いただけると思うんですけども、かなりもちもちとした感じで、はい、味わっていただけると思います。おー、結構冷たくて気持ちいいですね。ありがとうございます。ちょっとひんやりします。そう、伸ばしてもらっていいの。そう、癖になるのよね、これがまたさ。どう、タマちゃん、どうどうどう。癖になりますでしょ。マッサージみたい。うん、気持ちいいですよね。閉じましたら、実際今から打っていくんですけど、はい、ちょっと目元が軽くなりますので、はい、目閉じていただいて大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、行きました。ピコピコしてます。ピコピコ、気持ちいい。パーティータイム。これタマちゃんパーティータイムだから。え、うちら盛り上がってんの今後ろで。え、しない。ありがとうございます。そうしましたらご自身で馴染ませてみてください。どうよタマちゃん。待って待って、え、ちょっとなんかそう、あ、全然違う。もう全然違う、もうもちもち。タマちゃん、シワやってもらった方がいいじゃん。ね、いいですか。はい、もちろんです。やった。はい、たまちゃんの美脚入ります。はい、たまちゃんの美脚一丁。はい、お姉さんのサングラス入ります。はい、お姉さんのサングラス一丁。ちょっとひやりします。あ、来た。あつさえ置いたら大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。今やったっていうくらい。そう、そうなの。来た、毎回来ました、来ました。バディメモ。たまちゃん盛り上がってる。たまちゃんも盛り上がって、腕上げて、可能な限りで、可能な限りで腕を振って。これ本当に今やってるんですか。やってるよ、はい、やってますよ。しっかりやってるよ今。はい、完了です。で、もう終わりました。はい、あ、綺麗。おー、綺麗だ。つるつるよ。触ってみ。もちもち。おー、ちょっ、あ、失礼します、失礼します。うん、あー、全然違うわ。全然違う。嬉しい。よかったわ。よかった、連れてきた甲斐がありました。ねー、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで施術やってきました。すごい早かったです。そうなの、早いし、肌にもね、優しそうな感じがしたし、と予約もね、取りやすいみたいなの で、ね、すごいね、求めてたサロンだなと思いました。あ、よかった、よかったね、連れてきてよかったです、うん。しかも立地もいいし、そうなん、お出かけにもぴったりだし、うん、ホワイトニング、そう、それなんです。私が一番歯をきれいに早くしたいと思います。やだ、負けないわよ。やだ。でも、まあ、また3人で一緒に行きましょう。うん、うん、なるほど、うん、じゃあ待ってる間にホワイトニング。あ、そうじゃん、ね、いいじゃん、うんうん、お得なホワイトニングもあるので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。でですね、ササラではお得なキャンペーンをやっています。わー。1つ目は学生の方限定の学割プラン、そして2つ目は他のサロンからササラへの乗り換えの乗り換え割プラン。さらに他にもいろんなキャンペーンをやってるので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。1人でね、来るの不安な方もいると思うんですけど、今日みたいに友達と一緒に来てもいいかなと思います。ぜひ皆さんもササラで脱毛を始めてみてはいかがでしょうか。
それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よし、ササラに予約しよう。よしよし。あ、じゃあ私も撮ってこ、あ、私も撮ってこ、うんうん。